今日の朝ごはんもだいたいいつものです。ヨーグルト脂肪ゼロにブルーベリーを 30g 入れて食べました。合計で 399kcal ロロです。お昼ごはんは目玉焼き 91kcal ロロウインナー 64kcal1 ロロトマト 8kcal ロロオートミール 105kcal ロロちくわ 21kcal ロロ干し海老 6kcal 目玉焼きはそうだ、白身2つ分だったんで、プラス16キロカロリーで、えー、ブロッコリーが9キロカロリー、で、フカかしも57キロカロリー、お味噌汁が、えー、味噌汁自体が28キロカロリー、で、タイが入ってて33キロカロリーになります。合計で492キロカロリーです。 ちょっとお昼ご飯のカロリーが想定より低かったですね。本当はやっぱ朝500、昼600、うん夜400ぐらいにしたいんだけど、うーん朝、マスターでたまに、あねね、昼はちょっとカロリー多くなるかもしれないんで。まあ。そうだ、まだ場合に言ってないんだった。今日はね、水じゃしくね、2回に分けて録音してるんで。今日も、 バムハンは、ささみを、えー、味付け 3, 3つ変えて焼いてみました。焼き肉のタレと麺つゆと塩で焼いたのと入でたものになります。大根な 15kcal ロロ、きゅうり 5kcal、ささみ 132kcal、オートミール 111kcal。具焼き系がね、かなり少なかったんで、 たこ焼きの方を5つ食べましたお好みソースとマヨネーズを合わして合計で140キロカロリーになります合計が403キロカロリーです1日の合計は1294とちょっと少なめでしたうんーちょっとまあ昼がやっぱり少なかったのはやっぱりでかいですねでバランスの方はなかなかいい感じで塩分がもう少し少なかったらまあ一番良かったなって感じですけど 悪くないのかなと思いますまずはねお昼しっかり食べれるようにねしたいと思いますそしたら今日はお疲れ様ですバイバイ